あなたの姉様、ゆりこ様。皆さん今日もポチッとありがとうございます。ということで今日は全く寝ません。今日は眠くないのか、ずっと起きてます。もう私は限界。特に話すこともないんですけど、ギャン泣きすることもないんだよね。すること気持ちがいいほどのゲップだね。大変失礼いたしました。まあ、娘っちとか今までね呼んでるんですけど、ニックネームも妹分のミロちゃんにつけていただいたので発表したいと思います。あなたの YouTube のニックネームは、なーたんでー。わい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 。ということで本日からあなたのお名前はなーたんになりました。いい？どう？いいですか？はい、ということで本日からナータンとなりましたのでよろしくお願いします。よろしくね、ナータンです。ライダー飛ぶんちゃうこれね。もうなんかさ、この今家がさ、こういうライトを使ってて、この電気を消してるんですよ。もう家のライトつけちゃうと明るすぎちゃってね、ちょっとねしんどいよね。だからこの程よい照明のライトをちょっと暗めにして生活をしてるんですよね。これつけたらめっちゃ眩しいんだよね。はい、って感じでちょっとドラクラみたいな生活をしてますね。ミルクあげます。このグーの手が超かわいい。めっちゃ硬いんですよ、これが開かない全然。まっすぐにしすぎると、なんか赤ちゃんって胃がなんかまっすぐらしくて、大人の胃ってなんかこうふにゃーってなってるじゃないですか。まっすぐだからちょっとそのまま垂直っていうんですか、真横で寝かしちゃうと吐き戻しの原因になっちゃうらしいんで、ちょっとだけ角度を枕でねしてます。これはね、あの一番口でなんと A 賞が出たの。このクッションすごい、めっちゃいい。このクッションが全然へたれないのね。何泣きか最近分かるようになってきて、もうこういう感じでもうギャーみたいな、もう何をしたってもうすごいでかい声で泣くっていうのが大体ミルクかなって思ってます。今日2ヶ月ちょっと、大体160作って余る。なんか洋服もねだいぶ大きくなったのかね、ちょっと肌着がきつくなっちゃったりしてて、もうにね、子供って一瞬で着れなくなるとかあるじゃないですか、服が着れなくなるっていうのが。それがもうなんだ、もうついに来た、ついに着れない服が来たっていう感じです。私は本当に服の用意全然してなくて、まあ、緊急で入院だったっていうのもあるんですけど、もう事前にリスナーさんとかからもうプレゼントしていただいたので、なんとか今までやってきたんで、この洋服は母が買ってくれたんですけどね。皆様からの差し入れで成り立ってる。ね、160ml 飲むのに何分かかるの？これ今最新じゃない、ビデオつけた時間ですよね。ちょっと測ってみよう。割と長いから本当に完全に母乳の人すごいなって思って、まあ、お互いメリットとデメリットがあるからね、あれですけど、私は混合ってかほぼミルクなので、なんか今でこそ慣れたけど、この飲んでる時間が長すぎるし、割と飲んでるから、なんか人間大人でも普通にお水とか飲むとき、こんな ずーっと何分間もさ飲んでるってことしないから、こんな
なに飲ませて大丈夫なの、なんか苦しそうとかめっちゃ不安になったし、なんか弟とかにもごめんちょっと今ミルクこれあげといてくれるって言った時もえこんなに飲んで大丈夫なのとか言って、ずっとこのフードファイターじゃなくてドリンクファイターみたいになってるからこんなにいいのみたいな、どうもいらない、おーいない、はい、90g、これで寝かしたいんですけどゲップをさせなくちゃいけないっていうのかね、よいしょ、これで目が覚めちゃうんだよね、おならじゃなくておならじゃなくてゲップゲップ背中さされね、どう、ああ出て動いちゃった、満たされましたか、満たされた、満たされた、満たされた、さあここから寝かしつけチャレンジが始まります、なんか最近こうね手足をすごいバタバタさせるようになっておむつがねちょっとねずれちゃったりとかしてて、朝起きておむつ替えようとしたらお尻が半血になっちゃってて半血になってて おしっこ漏れちゃってるってことがねちょっと何回かあるのでもう全部着替えさせるみたいなね、それが気持ち悪くて泣いてるのかわかんないけどね、ちょっと本当に気をつけないとおむつ替える時で足をすごい伸ばしたり曲げたりすごいするからそれに負けないでねやらないといけない、はい、という感じの動画でした。皆様本日も最後まで見てくださってありがとうございました。嬉しかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして各 SNS のフォローもお忘れなく。ではナータンでした、バイバーイ。